8割オルタにドン引きする愛好家たちの反応集。この動画はちいかわパラレルワールド編のネタバレが含まれます。ご了承の上ご視聴ください。なんか蜂に刺されて我を失ったやつ。嘘だと？言ってくれ。塗りつぶさずにぐちゃぐちゃに塗っただけの目が怖い。エモいじゃなくてエゴい。セリフがヤンデレか DV 夫。ハチワレの表情が一切変わらないの怖い。力を得たけど仲間を失うお手本のような王道展開。なんだこの、なんだ、なんでこんなものが描ける。これ今までで一番きつい回じゃない？前までギリギリ笑って読めてたんだけどきつい。あのハチワレがこうなっちゃうっていうのがショック。ハチワレのキャラクター性を壊しかねないぞ今回。これをやりきる弾力すごいな。毎回美しいって思ってたけど、なんか今回はマジで悲しい。歴史が動くかい。普通に鬱展開でしょこれ。ハチワレとちいかわの友情もどちらかが怪異になるまでって終わりを見せつけられた感じするよね。パラレル編だけじゃなく今までのたくさんのホラキタ展開もなんだかんだ楽しく見てたんだけど、個人的に8割の徹底してちいかわやうさぎには優しいところがほっこりして好きだったから、パラレルのとはいえ、8割が初めてちいかわにこういう態度取ったのがなんか本当に心に来て悲しくなってる。ちいかわはそんなこと言わねえ。怪異のパワーは素晴らしいぞ。でかつよと分かり合うの無理だこれ。心が2つあるうの時もそうだったけど、怪異化するともう分かり合えないんだね。ハチワレの前世も力に塗りつぶされるんだって見せるのは相当だわ。あんなに他人をおもんばかれるハチワレも強くなったら我を押し付ける側になっちゃうのがひどい。この思考の変遷は普段から力を得ること妄想し続けてないと作れないでしょ。もうハチワレの要素が多少の見た目だけしか残ってないのが悲しい。ちいかわにとって理想の世界のはずなのにハチワレが疎まれる側ってのが悲しい。パラレル存在とはいえ力に溺れて親友を否定してしまうなんて。強くなるより嫌われる方が嫌だからパラレルに飲まれず帰れたのか。ハチワレがこっちの世界もいいところあったって認めさせた後にこれやるのが怖い。無表情、言わないでしょそんなこと。言わないよねーの流れが怖すぎる。ホラー描写がうますぎる。マネイラッとしてるのがわかる。ハチワレは大きくてかっこいい。って言ってもらえるつもりだったんだろうな。言わないよねーってセリフこそ本来言わないセリフなの。芸術点高い。声がでかくなるのマジで怖い。この辺もうちいかわの気持ちとかわからなくなってる感じ出てて怖い。刃を向けられてなんで？どうして？じゃなくてそんなこと言わないだろって圧かけてくるの本当怖い。言わないよねーの後どうするつもりだったんだハチワレ。ハチワレが自分ではなく相手を否定する側ということだ。わかってしまったな。やだ。顔びえてる。それじゃなくて明確に意思を持った拒絶なのが最高。せめてこの手で送ってやるって決意は小さくて可愛いやつが出る漫画のシーンじゃないんだよ。炭治郎が鬼になった時の富岡さんばりの判断の速さと的確さをちいかわから感じる。こういうのにほだされないタイプなんだなちいかわ。てっきり判断鈍ったり打てませんってなる方かとばかり。討伐ランキング2位だぞ。でもランカー2が即討伐じゃなくて威嚇に終始してる意味を考えるべきだと思う。怪異になった時もステッチへし折る選択は決して止めなかったし、メンタルハグニョグニョだけど決して折れないスパイスガールみたいなすごいやつだよ。いやでも本物ちいかわはいきなり槍を向けるのはさすがにやらんと思うわ。最終的に敵対するなら戦うだろうけど、そこまではなんとかしようとするイメージ。パラレルだからすぐ敵対したけど、現地はなんだかんだで8割で勝つようになったら一旦引いて8割が元に戻る方法を探しそう。無理だったら解釈すると思う。現実ちいかわはどうやっても戻せないって判断したら、やっぱ8割にも武器を向けられる子だと思う。横から見たら一見普通のちいかわが8割に武器向けてるように見えるの好き。パラカはマジで完璧なちいかわなんだろうな。検定にも受かるし怯えずにたとえ友人であろうと化け物になったら殺す覚悟を持っている。ちいかわをさぱりと殺して大ファンアート見たけど、本当に友情を壊すのってこう書くんだな。最後までちいパラが睨みつけてるの悲しいな。最後まで構えを解かないランカーにお前かっこいいよ。これが10代の少年にやらせたい演技なんですか長野先生。今回はマジで長野写生しながらこれ描いてそう。いやでも8割役の声優さんの子、これをやりきれたらでけえ経験とキャリアになるぞ。なんで小さくて可愛いやつの作品でめったにない演技経験の機会があるんですか。ちいかわと8割の仲たがいにキュンです。魔女化した魔法少女を見た時みたいな気持ち。シンポルクの時の顕著目だこれ。
無敵のフォルゴレの登場が待たれる。今の8割にはカバさんの話が必要なんだ。力におごるの完全に宝石の国のホスなんよ。なんだっけ、コウノトリを信じてる子供に無修正のポルノがどうとか、ここ数日の流れからはそれを感じる。努力して強くなるのだったらちいかわも納得して喜んだ。間違った方法で強さを手に入れてしまった。スカルグレイモンに進化したアグモンみたいな話だな。あれ、おかしいね。相棒キャラがパワーアップしたのに絶望感半端ないね。ハチワレには今一つ主人公補正ないんだよね。一貫してハチワレには漆黒の意志、ちいかわには黄金の精神。これまでの怪異も割とみなこういう経緯だったんだろうなって。考える限り最低に近い。おめでとう。悪い影響だけ受けて戻ってません。これ事態は解決したのに解決した気が全くしねえ。こんな精神が完全に一線を越えた状態で元の体に戻るの、これタイミングよく元の世界に戻れなかったら流血沙汰になったんぜ。突進してパラチーカは殺したか、パラチーに体刺されたかかな。チーカワのこと勢い余って馬進してたら現実チーカワも死んでたことないかな。ハチワレの心に力に溺れた記憶と心に傷がついて終わった。元の世界に戻って元の姿のハチワレに戻れるんだろうけど、この傷が深く深く残ってしまう。時間がもう少し遅かったら絶対血が流れてた。これ帰っても元のハチワレじゃないんじゃ。生まれちゃったの。キエス忘れてくれ。ハチワレ必要だろ。これ帰った後の8割圧倒的暴力の味を忘れられないんじゃ。理髪だけど警戒心の低い8割が力に溺れるとどうなるか見てー。違う、私そんなんつもりじゃ。8割のんきにあれこれ言えるタイプに見えて、リボンなくしたと思った時とか相談できずに抱えるタイプだよね。まあ馴染む前だから帰れるんだろ。昨日おっさんみたいに手遅れだったら死闘が始まってた。元の世界に戻ってもこのイベントは後に残るぞ。コンクリートの奥で生じた小さなひび割れみたいに。何でもない時に強烈に思い出してほしい。この後ハチワレがボロボロになって力を求めた時、脳裏に浮かぶの嫌だな。今回以降、ハチワレは心の中じゃこう思ってるんだって思うようになっちゃうだろ。どうすんだよこれ。この記憶ごと持ち帰るハチワレのトラウマどれだけだよ。もし怪異になっても友達でいてくれるか不安になるの、ちょっと好きすぎる。カメラの時みたいにあの時もしやっちゃってたらって夜に考えちゃうんだね。ハチワレの悪夢のメッタートリーが増えただけで草が止まらん。チーカワの後遺症が心配されてたのに、悪夢が終わってみれば残ってしまっていたのはハチワレの変貌と暴走の記憶という。心が二つになったり怪異化したり、ハチワレの精神はもうぐちゃぐちゃだな。力を渇望すると怪異になっちゃうってこと。今回恐ろしいのは自分の思い通りのリアクションをしないチーカワはチーカワじゃないってハチワレが思ってたこと。脳にも影響があっただけでしょ多分。いつものハチワレの精神状態ならまず恫喝なんてしないもんな。で活用になると精神が変調するのはあの子で実証済みだからな。明らかに普通言わないこと言っておかしくなってる表現だろ。なんでそんなこと言うの。じゃなくて本物ならそんなこと言わないよねー。ナノガで活用化したことで無意識に傲慢になってる感じがしていいと思う。簡単、お一晩で超えてくるんじゃないよ。勘弁してくれよ。ここで買いからなんか怖いだけで楽しいことにすぐ夢中になる、いつものハチワレだと思うの。猫だからな、テンション上がるとバグるんだよ。一瞬でドブみてぇな目になるのにその後もう戻らないの、不可逆すぎて辛いわ。ほっぺの赤みがなくなるの後戻りできない感じある。雰囲気とかサイズもあの子と似てるし、やっぱ行き着く先なんだな。リプ見るとなんか言わないよねのところを偽物と見破った真の友情の勝利みたいに捉えてる人ちらほらいてビビる。サイコかよ。で活用サイドの人じゃん。こっちの世界もいい世界なんだって思ってたハチワレが世界を否定したタイミングで戻れてるから、そういうのもありだと思う。やっぱりイフの化け物まで行くんだ。なんか長野店になかったっけこういう姿のハチワレ。変異した時の反応は元から提示されてたとか頭長野か。へえ、強そ。いやダメだろみたいな顔なの、味わい深い。やっぱ例の怪異になったハチワレじゃねえか。前にちいかわがハチワレがこうなる夢見た時のタイトルが今はまだねだから前から考えてたっぽい。ハチワレの展開がエグすぎたせいで脳みそ吸われたちいかわへの心配が薄れてるんだけど、本来あっちも重傷だよ。
物理的な脳破壊と精神的な脳破壊が並行して起きる大惨事。リアルで化け物にするのは商用的にまずいので、こうして平行世界で化け物になってもらう。パラレルワールドまで作ってハチワレを変異させたいとか、どんだけ長野は変異が好きなのよ。ハチワレの回以下書きたいな。でもハチワレをリストラはできないし、ハチワレだけ元に戻したらいろいろ言われそうだしな。せや、パラレルだから OK、 はロボだから OK、 でヒロシ殺したロボ父ちゃんと同じ手法なんよ。いつか現実でもこうなってほしい。ハチワレは本当に言われちゃったって涙を流しながらおとなしく討伐されてほしい。なんかすごいザラッとした感触の引きだ。言わないよねーのとこでもう HP バー出てきそう。最後まで睨みつけてるちいかわにベテランの風格を感じる。人格が変わるのなんて簡単簡単。やっぱ最高のエンターテイメントは圧倒的な棒じゃなくて、こういう嫌な心理描写だよね。まさかしまへん以上の後味の悪さ出せるとは。ちいかわ最終回の形が見えたな。俺連載最後の敵の正体分かっちゃった。長野だろ。長野は超えちゃいけないラインの寸止めが上手すぎる。守られてると思ってたメインキャラでやられて、今すごい嫌な気持ちになってる。ここ数話はすごい面白いけど、何か大事なものを犠牲にしてる面白さな気もする。今後の日常会どうなっちゃうんだよ。もう何度目になるかわからないけど、これ公式アカウントだよね。構成力おかしいだろ。もしかしてちいかわって長野が気持ちよくなるだけの漫画？筆が乗りすぎてて気持ち悪いよ。ハチワレちゃんはそんなこと言わない。商品化希望。作者さんもうやめなよ。長野おかしいだろ。マシュマロにてリクエストありがとうございます。